松潤さん、こんにちは。今回は坂井泉さん、ザードのね、確かね、40歳くらいだったんですよね、お亡くなりになったのが。なかなかメディアに出ない、テレビに出ないっていうのが、まあ有名だということで、私も知っておりました。まあ負けないでっていうのは確か24時間テレビがなんかのテーマソングかなんかになっていたこともありまして、当時私はサラリーマンだったんですよね。で、私が感じたのは、本田美奈子さんとか尾崎豊さんの時もそうなんですけども、それからね、漫画家のキャプテンとかって書いてるね、千葉明夫さんとかもそうなんですけども、まあ人っていうのはね、夢半ばにしていきなりですね、その生命を終えてしまうことが多いんだなってことなんですよ。で、若くしてお亡くなりになる、才能をまだね、使い切らずにお亡くなりになるっていうのは非常に惜しいことなんですけども、しかしですね、特別な人、芸能人とかそういう方だけ、有名人だけがそうなるわけじゃなくて、私たちも自分の持てる能力や情熱をね、使い切らずに突然予告もなく、まあ、命の最終日っていうのは来るんだろうなと思ってます、だからね、徐々に弱って徐々に死ぬみたいなことではないと思うんですよ。だからこそこういった先にお亡くなりになってしまった人の無念もね、美化することなく受け止めてですね、まあ、自分なりに今日死んでも後悔ないよっていう風なね、毎日送ってきたかどうか、これを またね、問いかけようかと思いますね。まだやりたいことがやれてないとかね、先延ばししたこと未だにできてないとか、気がついたらもうこんな年になっちゃったみたいなね。あの坂井泉さんですら、あの若さでたくさんのことを成し遂げました。私の時代だとね、中学の頃、岡田由紀子ちゃんっていうね、トップアイドルがいきなりお亡くなりになっちゃったっていうこともありました。当時若干18歳だったと思いますよね。なのにその人生の中で数々のことをやってのけましたね。私が50歳にもう近いわけですけども、この50年かけてもできなかったことや放置して後回しにしていたことを最優先でね、やって、まあ叶え続けたからこそ、まあ燃え尽きたとも言えるのかなと思いますけどね。まあ、こういうふうにね、私命日を意識するたびに、まあ俺は今それだけのことやったのかなといつも振り返るんですよ。命には寿命があって、締め切りがあって、いつ終わるかわからないんですよね。でもいつが締め切りなのか誰も教えてくれない。だけども私たちは問題を先延ばししたり、幸せになることを先延ばししたりね、してしまうんですよね。何なんでしょうね、今日しかないと思いながら生きないといけないのに、明日があるさっていう曲がどうも頭にかかっちゃいますね。いかんね、自分の人生のど真ん中を生きていきましょう。それでは坂井泉さんに本当にね、哀悼の意を捧げながら今回の動画を終わらせていただきます。松潤さん、またお願いします。